どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はインゼクターですよ皆さん。インゼクター環境っていうのがまあ遊戯王には存在しましてね、大会優勝デッキほぼインゼクターみたいなインゼクター10割みたいなこともあったぐらい、本当インゼクターやばかった時代があったわけですよ。でですね、その氷山の一角である、インゼクターホーネットさん、ダンセルホーネットっていう呪文を皆さん多分聞いたことあるんじゃないかな。あのインゼクターホーネットがまあ強いわけですわ。あの何が強いかっていうとね、これがねインゼクターのね除去なんですよね。除去カード、やっぱね除去できるテーマっていうか除去できるカードがあるテーマっていうのは強いんですけど、基本的にね。でまああのないテーマっていうのはほとんどないんだが、このホーネットっていうのがやっと来たことによってインゼクターが少し輝けるようになりました。どういう効果持ってるか、下級インゼクターって結構こういう効果を持ってるんですけども、一旦に一度メインフェーズに手札が墓地からインゼクターを装備できると。で、このカードを装備カード扱いとしてるとレベル3つ上がるっていう効果を一応持ってるんだけども、まあ、これはあんまり使えませんね今日は。で、攻守も一応それぞれの数字分アップするよっていう効果を持ってるんですけど、これも使いませんほとんど。ですね、丸三番がものすげえ強い。これがね語彙力、これがまあ強いんですよ。モンスターに装備されているこのカードを墓地に送ることによってフィールドのカード1枚を対象として発動を、そのカードを破壊と。だからホーネット装備している、例えばセンチピード、このムカデで8装備して8外すじゃないですか。でそうすると相手のカードを破壊するんですよ、まず1枚ね。何でも魔法でもトラップでもモンスターでも何でもいいんだけど、で破壊してです。センチピード、これ昔の、ちょっと昔のいつだっけこれ、入手方法ちょっと覚えてないな。これは何のパックだ、エンパイアオブスカーレットなんでここでセンチピードだけ追加されたんだろう、よくわかんないけど、まあ、このモンスターは装備が外されると墓地へ行くとサーチが入るんですよ、インゼクターカードなので、センチピードにホーネット装備してホーネット効果で破壊して、でセンチピードで後続の例えば、ゼクトキャリバーとかこのホークを持ってきて装備しといてみたいなことをしていくのが基本的なムーブ、まあ、もちろん2枚目のセンチピードでもいいんだけど、それが基本ムーブですね。でそのムーブをやるために何をしないといけないかっていうと、あのホーネットを墓地に送っとくとか、ホーネットを手札に持ってきておくっていうことが必要なわけですね基本的に。なので、愚かな埋葬をしたわけですわ。こっちはオロマイをしたい、オロマイはなんでか知んないけどデュエルリンクスには実装されてないんですよ。実装なんかなんでか知んないけどないんです。だからどうやってやっていくかっていうと、愚かな埋葬ってデュエルリンクス版はねこれなんですよ、これこれもう今やリミット2というね、あまりにも牢獄ギリギリ許されてるみたいなモンスターなんです、モンスターじゃねえや魔法なんですけども、これで、ホーネット送っといて、ブレイブ出すっていうね。だからこれぶっちゃけですね、今回はオロマイしただけなんで、ネオスで戦うっていうか、これ送りたいだけなんです、ホーネットで。墓地、手札デッキからいけるから、その墓地でガンガン送ってデッキを圧縮して、でスキルすり替えで骨砕を打った後にすり替えてセンチピードを引きたいっていう、ひょ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 っていうね、すげえ強いスキルもあるんですけど、やっぱね入れ替えられた方が強いかなっていう。まあ本当はセンチピードスターターっていうスキルがあれば一番強いんだけど。で暴力だとして結構装備がいっぱいになっちゃって、なんか場が埋まっちゃうこともやっぱあるんで、クリボールが一番いいかなと思って、ボール入れてるのと、あとですね、装備魔法ですね、新しく、追加された装備魔法、このゼクトホーク、インゼクターのマフ、斧です、斧。これは、ですね、このなんかこの感じかっこいいよね、このなんかゼクトキャリバーとかゼクトホークのこのなんかイラストのこの感じかっこいいんだよね。なんか仮面ライダーかぶと感があって、なんかおばあちゃんが言ってる感があるんですよなんかちょっとかっこいいっていうのがあるんだけど、ゼクトホークはインゼクターに装備すると攻撃力が1000アップしつつ、攻撃反応系の魔法トラップが効きません。まあ、波紋とか分断とかああいうの効きませんよっていう感じですね。ゼクトホーク1枚あるとやっぱセンチピードでサーチできるの強いです。でゼクトキャリバーが、まあ、耐久力があるっていうのはあるんですけど、まあ、800ポイントのアップ、攻守アップカードとして、攻撃に装備するよと。
センチピードに装備して、で、まあ、そもそもですね、コンセントするとなんかホッパーとかあればダイレクトアタックで死ぬっていうのあるんですけど、ぶっちゃけコンセントとかとホッパーと、まあ、その軸よりもね安定感出したいからこっちの軸の方が多分強いと思う。で、ゼクトキャリバーはこれ墓地送られると墓地のインゼクターを回収できるんですよ。だからセンチピードって結局死んでももう一回使えればまたもう一回そのホーネットサーチして、サーチじゃねえや、装備して外して破壊ができるから、結局毎ターンセンチピードの効果使えさえすれば強いんですよ、インゼクターって。だからそのためにゼクトキャリバーつけといて、やられても回収できるようにしておくと、これがめっちゃ強いです。打点も上がるしね。はい、というわけで早速新たなるねスリーカインゼクターやっていきましょう。デュエル3倍、蝶のように舞い蜂のように刺す、デュエルスタンバイ。 My name is モハメドアリ。あれモハメドアリだっけ、あれあれちょっと誰の名言か忘れたけども、蝶のように舞い蜂のように刺すとは俺のこと。デュエルスタンバイ、ドロー。これはハンドが強い。まずはもういよいよこれヘイト変わるでしょ。もうネオスフュージョン発動、いよいよ許して、もうリミットに行ったし、あ、コズミックサイクロン、オッケー、コズミックサイクロン、オッケー、魔導将来召喚中ね。まあね、こういうね、ありきたりのデッキはね、まあ、分かりやすいんでね、あのムーブが、エレメンタルヒーロー、ネオスを、8墓直って、エレメンタルヒーロー、ブレイブネオスを融合召喚。さらに、私は、ムカデさんを、あ、なんだこれ、センチピード召喚、ムカデ効果、ハッチ装備、ハッチのように刺していけ、センチピード効果、はい勝ち。コズサイは甘えでは、コズサイは甘えでは、ライフポイント足ります、バトルいきまーす。対戦ありがとうございました。コズサイは甘えでは、いやーホーネット強え、ホーネット強え、ダンセル欲しい、ダンセルめっちゃ欲しい。で愚かな、まあちょっとマジだ、こっち先だ、ネオス先蘇生しといて、ほっほっ、これねネオススターターが生きてるぜ、俺の第二のスキル、すり替えとは第2のスキル、すり替えではない第2のスキル、ネオススターター。必ず頂点にネオスを引くっていうね。はっ。OK 終了。インゼクター、いろんな方あると思うんですけど、ネオスはですね、初動がやることないんで、先行あんまやることないんで、インゼクターってね、あー、OK、6でね。だからね、ぶっちゃけ、ネオスは初動としてやっぱ数えられるから、あった方がいいとは思うけど、これ6部派に通るとか、伏せられたらやばい。あー41、ちょっとニトルやめて、ニトルだけやめて、お願い、あ、それもやめて、つえー、くそー、つえよー、助けてくれよ、もういつまでいいんだよこいつら、もう戦国時代帰れよ、戦国時代帰れよ、いつまでいいんだよ、あーもうつえー、ネオスフュージョン発動、あ痛いよ、助けて、あー痛いよ、痛いよ、お母さん、ドロー、コズサイか、光らない、二刀流かな、あれなんだ、あれセンチピードいくしかないんだけど、センチピード効果、センチピード効果使ってホーネットで、でホーネットで、いやーでもこれバック破壊するしかないのかな、でもこれフーマ使わせないと意味ないか、フーマ使わせないとダメか、ちょっと待って、これ積んでない、これ無理じゃない、バック破壊したところで結局これ届かないんだよな、届かない問題が発生するんですよね、これ届かないんじゃないか問題が発生するんですよね、いやーでもきついな、これ言ってもこれ結局フーマで守られて、あ、守られない、守られない、なるほど、守られはしないで、ゼクトキャリバーを持ってくるけど大丈夫か、
あ、なんもないな。なんもないぞ。これさては二刀流じゃねえな。あ、ということはちょっと待って、待ってくれ、考えろ。まずはゼクトキャリバーでこれ装備してこれ無効にしてくんねえかな。これ無効にしてくんない？これを無効にするという選択肢、これ無効にした方がいいよ。頼む、マジで。ちょ、無効にしろ。あー、しないか。小遣いぶち込んでいいですか。これは止める。これなんだろう。まあでも攻撃反応系やったらまあ止めていく、これは止めていく、これは止めていくと。なるほど、留置ですね。ではこれブレイブ、ブレイブじゃねえや、ストレッチマンは蘇生させていただいて、でゼクトホークもこれは通る、これは通っていく、でバトルしていく、でこれぶん殴っていく、通っていく。おい、やった、うえー、やった、なんかやった、なんかやったぞ。分断とかかな、もしかしたら。分断、波紋、波紋は入ってないか。分断、次元幽閉あたりじゃないか。さては、ってことはこのゼクトホークの攻撃宣言時に魔法トラップ効果発動できないっていう、この最強の、これ最強なのでは。 OK で、センチピード効果発動、8装備して8効果、8外して、てめえのそのなんかヤバそうなカードを破壊させていただいて、そしてセンチピード効果発動で、センチピードでセンチピード持ってきて、で邪魔なんで、ですね、ネオスフュージョンしましょう。でこの2体をちょっとどかして、でこことこれどかして、でウィーってやって、でセンチピード2体目召喚、センチピード効果発動、もちろんオーネット装備して8外して効果発動、てめえのセットカードを破壊させていただくぜ、次元幽閉ゼクトホーク最強か。おい、ゼクトホーク最強じゃねえかこれ。バトルでこれで、はい、オッケーで、フーマ出てくる、出てくるけど出てきたやつ殺していく、よし、いける、これは強い、インゼクターの強いとこ見せれてる、やったー、戦国時代に戻りやがれー。いやー、インゼクター楽しい、ホーネット楽しい。お、これは先行作っといた方がいいかな。センチピード効果ね、ホーネット装備、ゼクトキャリバー、ホークはいいかな。おばあちゃんは言っていた、ホークはまだつける時じゃないと。まあこれでまあホーネットの除去とね、ゼクトキャリバー の、 あの回収があるんでね、調子いいかな。まゆあっファッファッファッ、ええ嘘、ブロック。